さあ、ギャルゴビッツォも倒し、コクパナエンシも倒し、この扉の先にはもう待ってるのはただ一人。ああ、ご丁寧にどうも。セーブブックもあんじゃん。本来なら、クッパがいるべき場所に、あいつがいますよ。おー、来た。本来なら壮大であるこの場所に、いるのは、いたねー。よくぞここまで来た。さすが旧国のスーパースターじゃ。しかし、あたしの計画を邪魔すると消えてもらうよ。マメリア国はキノコ国もあたしのものにしてやるのさ。そんな城を燃やしちゃいけません。あたしの新しい国に古いスーパースターはいらないのさ。スーパースターあたし一人十分だよ。レッツゴー。オキドキ来たね。ゲラクッパです。いやー、この BGM いいね。じゃあ叩きましょう。言うことはありません。最強戦法で叩き切る。割と効くね。やっぱいいね、いいね、いいね。また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 、はい、オッケー。どんなもん。590。あ、いや、590ピンピンしてる。いや、さすがだわ。スイングボス。はい、よし、行くぞ。ルイジ頼む。はーい、よいしょー。1000ぐらい与えたね。一応この一旦で。来るぞー。はぁ、怖っ。あれ、あ、あれ、あ、え、あれ、この時、あの、退職変化の行動、一旦使うの大丈夫それ。終わっちゃうよ、多分。なんか終わっちゃいそう。なんか雷これ。どっちだっけね。はい。あー、間違えたー。間違えた。ファイヤー効くの。逆逆逆逆逆。あ、今からやらそう。やらそう。やらそう。ファイヤー弱点なんだよ、今確か。今ファイヤー弱点だからさ。ちょっとやり直そうね。ちょっとだけ取り返したな。何してんだよ。ぬがー。おのれマリノブ、またしても。あ、え、ゼロになるの。油断したね。どんな手を使っても勝てればいいのさ。そもそもまだ2ターンしか経ってないけど、3ターンか。さようならお二人さん、ゆっくりお休み。あたしのお腹の中でね。こんなになってんだ。まだ意識があんのかい。しぶといやつやだね。うわー、来たー。こんなになってる。クッパの中に入ってるゲラゲモノの本体だ。しかもちょっとグラフィック違うんだ。使うぞ。これもうね、これなんですよ、初手。初手、とりあえずこれ食わないと話が進まない。ゲルゲムの攻略法は分かってる。昔よくやったもん、だって。とりあえず、どっちか手壊せ。はい、よっしゃ、ルイジ頼むぜ。せーの、はーい、よいしょー。さあ、手が、うん。あ、オッケーオッケー。それならね、タイフンブロスいけるかもしれんわ。はい、行くぞ。いざ待れに、あ、ちょっと、右手行ってるそれ。割と右手もちょっとこう、しといたけど。602。手だけ残った。この状態で手を壊せば、本体が出てくる。このルイージとか、このプレイの性質上、早めに決めるぞ。この状態だとね、ハートが出てくるんですよ。ゲラゲモの本体。この状態で叩き込みます、一気に。いけ、いくぞ。はい、いくぜ。せーの、回れよ、回れ。どんなもんだ、でも。まさかの攻撃受けずに全部の変身を解除してしまったけど。
どんなの ?664! いや、早っ、蘇生。どうする？はい、アーミさん、うわルイージを復活させるか、マリオを回復させるか。いやでもね、溺れないとダメだ、溺っちゃダメだ。しかもルイージさ、もうパワーアップなくなってる。マリオ食らうなよ。あー、マリオ、マジ？え、おぶりだ。待って。うわ。待って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 。うわ待って待って待って。うわ待って。うわ待って。うわ待って。待って。待って。やばい。堂々巡りだ。あ、よかった、ちょ、チャンス来た、チャンス来た。もう、ルイージのパワーアップなくなっちゃってるから、仕切り直しを取るしかないか。やばいぞ、強いぞ、さすがに。あー、危ない。ハートがついちゃったな。ゲルゴビッツの魂みたいなの来た。あっ、いや、くそ、生きてんのはでかい。なんとかなったな。なんとかなったね。なんとか。マジで強いじゃねえか。あれ、こんなに強かったか、お前。とりあえず頭数減らさんとね。ああ、怖っ。とりあえず手片方だけ壊しておきましょう。2、3、4、そうそう、行こう。下。よし。ちょっと下もいっとこう。多分手はこれでいけるでしょ。よし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 。なに？はい、あ、くそー、ミスター。あ、でも立ち上がったね。え、あー、あぶねー。なに今の、来たよ。怖い。マジでびっくりするぐらい強いじゃねえか。えらい坊主つけてるから余計だよ。危ないよ、ほんとに。攻めの手は緩めずで、左手こす。B。よいしょ、はい。どうする？来たね。よし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 。で、ま、なく、なつだけでいい。どんどん攻撃の手が緩んでくるから、こうすれば。で、今のうちにシロップ使って回復しよう。頭だけなら、なんとか避けれる、避けれる。来るぞ。え？はい！どうだ！よし！もう見切った！時間止めとかできんのすごいな、お前。びっくりだわ、俺は。時間止めができることに。よし、行くぞ、丸、はい、よいしょー。さあ、ハートの、ハート出たね。このターンに叩き込めれば終わる。いけるか。待って、ドックンって聞こえるんだ。ハート。待って、これで、台風で。いきます。はい、丸、いけー。火力出ない。火力がちょっとだいぶ減ったな、初めに比べると。でももうだいぶいったはずなんだ。
254。あ、カンカンになった。今半分いったのか。今で半分ですか。今で半分なんですか。どう？よし。きた、これ苦手。はい。はい。はい。オッケー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 。テイクワス、テイクワス、テイクワス。これテイクワス。テイクワス。ハートで言ってもいい気がするけど、テイクワスを。安全ならそっちだ。いや、でもこの戦法で安定を取っていいのか？でも。せめていいんじゃないか？いや、でも、あれで今ので半分なんでしょ？どうする？いや。本体の頭の攻撃はある程度見切れてるから、手だけ壊して頭残すわ。右手のあの炎のやつ連続で食らって終了みたいなの結構あるから、さっきから。よし、とりあえず手だけいって、手壊して頭だけの存在にして、うん。あ。え？ハートがある限り再生すんの？マジかー、やばい、終わっちゃう、待って、うわっ、なっ、やばいって、やばいって、あー危なー、あーどうしよう、めっちゃ難しいじゃん。あ、よかった、立て直しができるね。どうする、でも立て直ししてもいいけど、うーん、でもどうせマリオやられるって考えるとな、それだったらキノコ投げた方がいいよな。沈んじゃったな。よし、これ受ける。これ嫌いだわ、ほんと。これだけがマジで苦手だね。で、ハートがあると何？頭とか再生しちゃうの？でも一番怖いのは右手なんだ。あの攻撃が来る。やばい、難しい。ワンチャンさ、サンダーブロスで全体攻撃できないの？これ。思ってたんだけど。はじめから、これをすればよかったのでは。はい！あー、回復する！回復する場所がある。サンダーブロスを打ち込んでも回復しちゃう場所によっては。それじゃ意味がない、やばいぞこれ、マジでマジで強いぞこれ、えらいフォースがこんなに難易度上昇になるだなんて。どうする、どっち行く、うーん、こっちかな。はい、頭の攻撃一番、確かにワンパンもされてたもんな、さっき。190はちょっとやばいな。よしよしよし、一旦ゆうゆうくれたね。じゃあシロップ投げるか。どういう攻撃？来たね、それだよ、ワンパン攻撃、さっきの。気緩めないで。よし、それでいい。次のターン攻撃できそうだね。で、次のターンルイージーハートに行けそうだね。行こう。よし。今までのボスと全然違う。難易度が高いぞ、これ。マジで。よし、行こう。回ってくれ。はい、行くぞ、行け、うー、行け、
こんなにイヤイヤしたボクス戦が初めてだわ、俺は。はい、はい、せーの、バーン392。ああ行ったか行ったか、よし、終わった。まさか、まさか。私が、この私が、こんな小汚い二人に負けたというのか。あ、あ、クッパに戻った。クッパもこのシリーズで扱い散々だよな。なんかそうだよね、いきなり飛ばす、欲しい将軍にバカにされ、飛ばされ、記憶なくし、新人になり、倒れたところで。これだもんな。かわいそうだろ、なんか。じゃあ。最後の、今から最後の地獄ありますよ。さすがにちょっとこれミスったら俺もう心折れるからね、今からやるけど。爆弾を仕掛けてきたということで、今からですね、最後の試練です。残り3分、3分以内に出ろ。怖い怖いよ、クッパに構ってる暇ないぞ。で、ちなみにこれ3分切るとですね、ゲームオーバーという扱いになります。もうびっくりです、ゲームオーバーですからね。だって、これ使うの使うの使うの、どっち使う、使うかもしんない。もっとごめんごめん、もう分かんないけど持ってけ。意外と確か余裕なかった覚えある、俺これこれ確か意外と余裕ないんだよ。謎解きにしてる間も時間進むから余裕がないんだよ、割と。急げ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 、はい、かいかいかい。え、どっち、あ、こうだこうだこうだ、あ、よかったよかった。え、あれこんなに短かったっけ。あれなんか簡略化されてる。あ、そういやクッパ焦った。うん、ここはどこだ、我が輩は何をしてたのだ。爆弾仕掛けられてますけど。あはは、結構かわいそう。クッパはどうやっても救えません、ちなみに。爆弾仕掛けてきたんでね。はい、クッパは救えませんでした。あー、クッパー、うわー。これ相変わらずなのね。皆様お元気で、今度はキノコ国に遊びに来てください。ピーチ姫、お主は良い仲間をお持ちだ。羨ましいぞ。ひのじい豆ばー、何してんだおめえ。え、なんでそこでハグしてんの。ああ。ピーチ姫、マリオブラザーズ、ありがとう。お金、僕からプレゼントをどうぞ。プレゼントじゃないんだよ。あ、確かこれ、あれでしょ。楽しそうな話出てんなと思って、プレゼントを。ははは、でっけえ、プレゼント。お別れっていうか、面倒くせえやつを、面倒くせえやつをそのまま連れて帰るだけだしょ。泣いてるがな。あ、あー、終わったースタッフロールだー。いやー、なんか、いや、クッパクッパ。なんかいやー、もともとね、ゲームボーイアドバンスの時に何回か周回したはずなんですけどね。全然受けれてないけど。なんか途中から、なんか、偉いフォースとか、なんか僕わかんない、あの強いものを手に入れた瞬間に未来が変わってしまったというか。いや、いいゲームなんですよ、これは正直。難易度も高いしね。割とね、普通にやっても難易度が高いんで、小学生かな、GBA の時だから、その時代にやった時にね、めちゃくちゃ謎解きとかには苦戦した覚えがあるなぁと。
ほとんどのボスをワンパンで持っていってしまったことに関しては、うん、サクサクいくんでいいかなと。あー、下にどんどんなんか下画面に、なんか住民たちが集まってる。一応追加であるクッパ、ね、クッパ軍団 RPG はね、ちょっと最後までやりたいな。なんかどうやら、最後のステージの解放条件が表クリアであるっていうこともあるんで、まあ、クリアしておく意義があるかなと。クッパ軍団 RPG でね、逆にもう一つの物語どういう風になってるのか、すごい気になります。本編終わっちゃったんでね、もうマリオとルイージを育てる、なんか、裏ダンジョンとか、ボスの再戦とかこのゲームないはずだからな。いや、でもいい。うわ、最後のボスはマジでさ、なんで一発でいけたか俺にもわかんない。あれは奇跡だったよ、途中。俺もどうしようかと思った、最後。あんなに難しいだなんて思わなかった。えらいポーズの欠点が出てきたね、完全に。普通に強かったもんな。いやー、いいゲームだ、やっぱ。アップスラウドンだ。こっちまでわざわざお見送りに来てる。へぇー。いやでも、もうこの単発シリーズとしてやったマリオヌ、あれ実は3とか2とか出てたんですけど、僕やってないんですよね。もし機会があったらやろうかなって思うのはちょっと考えてございます。2、3どっちもやってますからね。で、3DS でね、出てるんで、やってみてもいいかなと思う。あー、スラドン。いやもう君がいなきゃね、ダメだったんで、クッパ城に行けなかったからね。殺しただよ、君は。あー、もう終わったわ。最後マジでどうしようかと思ってた。いい勝負だったよ最後。ずっとクッパってあのまま連れてくる。この作品ってすげえクッパかわいそうだよな、こう考えてみたら。あ、落ちちゃった落ちちゃった落ちちゃった。クッパ落ちてる落ちてる。あ、クッパいつの間にか落ちちゃったよ。いいのあれで。まあまあ気づかんだろうけど君たちは。あ、下画面にピーチ城が。ってことはクッパは適当なところに降ろされたんだろうな。それでいいのかよ。マメリアの旅行みたいな感じになっちゃったのかな、結局のところ。あ、ジエンド。終わった。あ、セーブされてる。あ。で、これはマメリア城になってんだね。へえ、クッパ城じゃないんだ。その BGM 変わってないんかい。